はい、どうも、アベダチです。今日はですね、セブンイレブン限定のアイスを紹介したいと思います。ででん、モンブラン、ラブアップル、イエイ。このモンブランラブアップルっていうこのアイスはですね、まあモンブランイタリア栗使用のなんかモンブランアイスみたいな感じですね。でこれなんかセブンイレブン限定販売みたいな感じで書いてあったんで買ってみました。値段はこのサイズで300円しました。早速開けて食べてみたいと思います。ハーゲンダッツより高いんじゃねえぐらい。ハーゲンダッツいくら300円ぐらいでしょ。ハーゲンダッツよりも高いんじゃない。初めてこういう高いの買ってみた。はい、中身はこんな感じ。モンブランがモニョ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 って入ってます。で、なんかいろいろなんか他にも食材というか具材が入ってるような感じがします。まあ、早速食べてみましょう。お、なんか中に入っている、なんか中に入ってる。いただきます。うん、おー、結構あっさりしてる。多分中に本物の栗が入ってる。粗めに、うん、粗めにカットされた栗が入ってる。あとリンゴも入ってるね。なんかリンゴっぽい味もする。これはね、うまいけど高いな。うん、あーでもこれは上のね、この上のこのモンブランがね、すんげーうまい。ここだけでいいぐらい、うん、うまい。はい、というわけでこちらのね、モンブランラブアップル10点満点10ポイントは9点。まあね、ちょっと高いなっていう印象だけです。あとはもう本当に文句なし。もうだって中にちゃんと、だってもう食材としてなんかもうすごい、なんか栗とかもね、リンゴとかも入ってるし、栗もすごいね、こういう濃厚な栗を使ってるんで、味はすごい美味しいんですけど、ちょっと高いかな。なのでまあ気になった方はぜひセブンイレブンで買ってみてください。というわけで以上、モンブランラブアップルでした。バイバーイ。